平野紫耀アレルギーじゃなかったの神宮寺雄太とシンガポールを満喫も飲食店ショットに心配の声。アイドルグループ、ナンバーアイ、ナンバーアイの神宮寺雄太さん、26歳が仲良しの友人である平野紫耀さん、26歳。 と一緒にシンガポール旅行を楽しんでいる最中に飲食店での写真が SNS で話題となり、潮さんのカニアレルギーに関する心配の声がファンから寄せられました。神宮寺さんが自身のインスタグラムでシェアしたこの旅行の写真には楽しいひとときが溢れており、多くのフォロワーが喜んでいました。 しかし、特に飲食店でのショットに映る仕様さんとカニを使った料理が含まれていたことから、ファンの中にはカニアレルギーについての懸念が広がりました。この報道では、神宮寺さんの投稿内容やファンの反応について詳しく掘り下げ、使用さんのカニアレルギーに関する事実とその後の展開についても検証してみたいと思います。 神宮寺優太のインスタグラム投稿とファンの反応。神宮寺優太さんは2023年3月3日までに自身のインスタグラムアカウントでシンガポールでの楽しいひとときを共有しました。投稿には平野志陽さんとの親交が垣間見える写真が数多く含まれており、彼らがシンガポールで観光や食事を楽しむ様子が収められています。 神宮寺さんはこの旅行を報告し、多くのファンがその楽しい瞬間を共有することとなりました。この投稿に対して、ファンからは多くの喜びの声が寄せられました。例えば、見てるこっちまで一緒に行った気になれる素敵な写真、二人の旅の思い出が見れてとっても嬉しい。 写真ありがとう、といったコメントが多数あり、彼らの進行や旅行の様子についての興味が高まっていることが伺えます。しかし、一部のファンからは、飲食店での写真に関する心配の声も寄せられました。この写真には、潮さんとカニを使用した料理を楽しむ二人の姿が映っており、それがカニアレルギーに関する懸念を引き起こしました。 ファンの中には、紫輝くん確かカニアレルギーなはず、紫輝くん、カニアレルギーじゃなかった簡単ふ、ジンくんだけで食べたのかなといったコメントがあり、用さんの健康状態に対する不安が現れています。用さんのカニアレルギーについての事実検証。 神従事ゆ太さんのインスタグラム投稿において、用さんがカニアレルギーであるかどうかについての情報は提供されていません。カニアレルギーは特定の食品アレルギーの一種であり、摂取すると重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性があるため、非常に重要な健康情報です。用さんのカニアレルギーについては以前から報道されており、 彼のファンやメディアにとっても認識されている情報です。もしこの情報が事実である場合、カニを摂取することは極めて危険であり、アレルギー反応が生じる可能性があるため、人牛ジさんの投稿に対してファンからの懸念が理解できるでしょう。 一方で、もし紫陽さんがカニアレルギーについての公式な情報を提供していない場合、ファンからの心配は誤解に基づいている可能性も考えられます。アーティストや有名人に関する情報は広く拡散され、誤情報が広まることもあるため、公式な情報を確認することが重要です。アレルギーについての啓発と意識の向上。 この報道から浮かび上がる重要なテーマの一つは、アレルギーについての啓発と意識の向上です。アレルギーは、特定の食品や物質に対して過敏な反応を引き起こす可能性があり、重篤な症状をもたらすことがあります。特に公共の場での食事やイベントにおいては、アレルギーに対する配慮が重要であり、情報の共有や理解を深めることが求められます。 ファンやメディアがアーティストの健康に関する情報に敏感である一方で、情報を正確に伝えることが重要であることも再確認されるべきです。また、アレルギーについての正しい知識を広める取り組みが重要であり、公共の場での配慮や理解を深めるためにも努力が必要です。神従寺ゆ太さんのインスタグラム投稿によると、 彼と平野紫耀さんはシンガポールで楽しいひと時を過ごしているようです。一方で飲食店での写真に関しては紫陽さんのカニアレルギーに対する心配の声がファンから寄せられています。報道によれば紫耀さんのカニアレルギーに関する公式な情報は提供されていませんが、ファンやメディアの関心は彼の健康に対する配慮から来るものと考えられます。 この報道を通じて、アレルギーに対する理解と意識の向上が求められることが浮かび上がりました。公共の場での情報の正確性と配慮が重要であり、アレルギーについての正しい知識を広める取り組みが必要です。ファンやメディアは、アーティストの健康に対する配慮をしつつ、情報を正確に伝えることを心がけるべきです。 以上が、神宮寺雄太さんと平野志洋さんに関するシンガポール旅行の報道とファンからの懸念についての詳細な報告でした。情報の正確性とアレルギーに対する配慮についての意識向上が今後も求められることを念頭に置き、読者の皆様に正確な情報をお届けできることを心から願っています。